さあやっていこうか、バイオハザードアルティトゥーめめ。さあいよいよねラストが近づいてまいりましたよ。ようやくここまで来れたっすよ。ここからと何パートくらいでね、まあいけるかな、まあ3、4パートくらいで終われたら理想かなというふうに思うんだけどね。まあとりあえずなんとかね、前回はあのくっさー息同士のね、だってもう下水にまみれた男とさ、ゴミにまみれた女のチューですよ。あの、まあ、ロマンチックなシーンなんだけど、匂いは相当えげつないと思うんだよねっていう、まあ、それはどうでもいいか、まあ、ゲームの世界だからね、匂いもへったくれもねえかって、うん、まあでもさ、ロマンチックに描いてるけど、冷静に考えてみ、レオンちょっとは下水飲んでる、で、あのゴミにまみれてるって、あのね、相当くせえよ繰り返しになるけど、本当にね、あ、まあ皆さんもね、あのちょっとお口くちくちモンダミンをした上でね、あの彼氏彼女もしくは旦那さん奥さんとね、あのもしくは風俗の人たちにチュッチュチュッチュしてくれればいいっすわ。はいね、ということで、早速なんですが、まずはちょっとねバージョンアップをしていかなくちゃいけないので、腕輪のね、で、ここでハンドガンを使い切るくらいの勢いでいいんじゃないかなと思うんだよね。あとまあ24発と15発、勝ったよし、おやすみで、こいつらのどっちか寝てると思うんだけど、ちょっと、あ、生きてるね、プルンプルンしてるもんね。はい、おはようございます。先に行った一周期、うい、あ、硬いな。どっちだったっけな、こっち。あ、おはようございます。寝起きドッキリの時間です。食堂ここしかないんだよね。OK、で、ここで生きてる？生きてる、死んでるね。んでこいつは生きてる。奥で食ってる。まあ、でも先。よし、オッケー。わあ、おしゃれな髪型。なんかさ、こい、おお、くしょー、ゾクッとしたわ、今。生きてたんかよ、お前。銃の音がうるさくて起きたわ、ベイベーって。焦った。なんか、うん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 ってうなずいてる。うちの娘みたい。娘ゾンビじゃないけど。娘もね、あの最近なんかね、あの声がけしたらさ、なんか、うん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 ってよくうなずくんよね。かわいいんだ。最近ね、あれ、君さっき寝てたんじゃなかった？やばい、距離を取ります。バイオ RE3 と違ってね、あれなんだよね。起きなくていいよ、寝てなさいよ。はい、おやすみ。よし、オッケー。焦ったわ、今。シンプルに焦ったわ。そうなんて、RE3 と違ってね、回避アクションがないからね、これ、今回はね。それがなかなかネックだったりするんだけど、まあ、そんな話はいいとして、そう、あとね、娘がね最近ね抱っこしてくれて、ね、ようやくねあのね要求するようになったのに、せがんでくれるようになったんだよね。足元這いつくばりながらさ、まだあの歩かないからさ、1歳過ぎて、まあ、1歳3、4ヶ月くらいになったんだけど、それでまだ歩かない、まあそれは別にいいんだけどね、あの1歳半くらいになって歩くかどうかってところなんで、ああ、こんなとこあったんだ、知らなかった、うん、そう、ゾンビ、あ、起きてる、この野郎、生きとったんかいわ。ああ、ついに吹っ飛んだね。よし、おっきい、で、ここにいるんだよね。はい、これね、フェイクだよね、初めてやった時。ちょっと待って、めっちゃ走ってくんじゃん、来る、あれ、開かないってことは、あいつあれだな、タグねえから開けらんねえんだな。あ、そか、UBCS だっけ。ああ、よし、OK です。で、カチャコン。ああ、はいはいはい、あれか。火炎補助器のね。そう、あとね、まあでもね、相変わらず一緒に寝てくれないんだけどね。僕が寝るときに抱っこしようもんならね、うぎゃーって叫んで泣いちゃうからね、結局そこは嫁さんに譲らざるを得ないんだけど、あそこがね、なんとかね、僕と一緒にね、添い寝してくれるようになってくれたらたまらなくいいんだけど、そこはまだまだね、ちょっと父親として、なかなかもどかしいところにはなりますね。まあ、それから、あ、そうそう、その ただでもね、あのね、僕がその娘の、あの、なんだろうな、足元とかで、ね、あの顔を置いて寝てたりとかするとね、うわーとか言いながらその顔にね、なんか抱きつくというかね、覆いかぶさってくれるようになってきたんで、
さ あれはね、なんか今までにない愛情表現をしてくれて、ね、でーっていう感じですよね。もうあのね、妙利に尽きるよね、ほんとね。さてさて、どうしよっかな。ここからあいつが出てくるんだけど、結局なんだかんだでハンドガンの弾がなんかちょっと増えた気がするんだよね。よし、こっちも。そう、なんかさ友達が僕の実況を見てくれたんだけどさ、コメント残せよとかって思うんだけど、まあ、それはいいや。なんかね、あのお前リロードの頻度高くないって言われたんだけどさ、 いいじゃん。なんか弾がいざという時に尽きてるよりは、なんかね、一発撃ったけど弾マックスにしてる状態の方がなんかねいいんじゃないかと思って。僕は多分ね、貧乏症プラスあのビビリっていうのがなんか多分覆いかぶさってるからなんだろうなとは思うけどね。てか待って、ネストさ、これ今から行くじゃん。これこの上級タブない人さ、いけないってことで、ね、じゃあ何、食堂しか使えないの？あ、そっか、受付の受付だけの人、職員もいるからってことか。なるほどな。受付だけの職員の人はそこに行ってて、いる受付、研究所なのに。だって別に外部からね、なんかお偉いさんが来るとかそういうわけでもないんだろうし。あ、来るのか。あぶられたか、研究員と役員陣とかも来るのか。さ、ウェスカーとかさ、バーキンみたいなさ、その研究者の人たちがこう表に立ったりとかしてるけど、よくよく考えたらさ、そのアンブレラそのもののお偉いさんだよね。その役員経営者っていうのか、そういう人たちがね、どういう位置づけで出てくるのかって、セルゲイ・ウラジミールか、大佐とかで出てきてるけど、あいつなんかカスじゃんね。手に入ったアイテムはもう一旦処理しとくか。じゃあ進んでいきましょう。いよいよね、あのまさかのね RE2 になって強くなっちゃったやつが出てくる場所まで来ちゃいましたよ。なんで一撃必殺で殺せるんだったか。完全なる壁ドン。壁ドンの最終形態だ、ね、何があったんだ。これは今、要は読めないね。レベル3だな。さっきの壁ドン野郎からもらわないといけない感じか。特にアイテムないね。よし。さてさて、ぶら下がってるよね。こいつ買い出てきたりすると思うから。おいおい。よし。これで球根潰れると思うんだけどね。よいしょ。いい。あ、なんかそこの位置にある球根嫌だな、なんか。たまたまみたいな。めっちゃ抜けずんじゃん。じゃあおやすみ。これがね、どのくらい放射したらお亡くなりになるのかっていうのがちょっとわかんないんだよな。ほら、苦しんでる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 。焦げる焦げるまでやるよ、焦げるまで。焦げるまでやらなかったらね、なぜか、ね、燃えてるはずなんで復活してきようよ。だから苦しむんでしょうかね。だって植物だったとしたら、そんな苦しいとかっていう感覚は持ち合わせてないはずだから、あんなバタ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 するわけないもんね。球根打ち抜かれてこんなうげーってなるわけもないし。どうした、はい、じゃあ燃やしましょう。本当にあれだよね、なんか燃やそうっていうか、その節約して燃やそうとすると本当に2ずつ減らしていくっていう感じなのかな。まださっきよりなんかめちゃ使ってる気がするけど、あんま関係なかった。はい、ラストステージはちょっと大盤振る舞いでいきましょうや。 OK。 でこれはもう全然覚えてないから次いきましょう。これ表は一緒だけど裏また違うんだよな、多分な。表と裏で変えていかなきゃいけない。薬液を散布します。でもこれでクリアじゃないなって思うけどな。この薬液何なんだろうな。植物系は全
全く分からんからな、何なのかっちゅうのは。あーカートリッジ OK。 じゃあ、戻りましょうか。戻りましょうか、進みましょうか。いるね、いるね。次は何だ。よし、よし、これも標準、照準合わせてるのかどうかって。ちょっと落ちてきてる。バック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 。よしよし、これもまとまってるからもう進む。燃やした方が早そう。燃えろ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 。誰とも倒れろ。キーシンクロしとる。燃えろ燃えろ燃えろ。さあどうなってる。他にもなんかぶら下がってる植物はいるか。そろそろ結構量使って、ああいたいたいた。よし、お疲れ様でした。で、横棒、縦棒、テトリス、横棒って感じかな。あーちょっとこれなんか勝手に勝手になんかそのあれなんで位置がね、あれ落ちてくるかなこれ。はい、こっち向いて。よし、 OK、 OK、 上手。あ、ちょっと待って、下手くそ下手くそ。ハンドガンなくなる、ハンドガンなくなる。あ、なくなるわ。最後弾、はい弾、 OK。 よし、燃えろ燃えろ燃えろ。ふぅ、さてこのまま下降りていったらどうなるかだよな。とりあえず開けないことには仕方ないんだけど。さてそうか。戻りまして、で下、地下通路、地下通路っちゅうのかな。あ、パソコンが暴れ始めてるな。ふわー言うとる。やばいやばい、大丈夫かな。パソコンがね、あのね、ものすごいね、音的にね、うわー言うて荒れてるんすよ。うん、まあそういう時間帯もあるよね。仕方ない仕方ない。よっしゃー。でここ、あれちょっと待って、あでも弾的にどうかな、微妙だな。ちょっと嫌な予感はする。ここってまだ開かないよね。だよね、うん、電源ついてませんってなってるよね。あーでもこの弾の数だったらあれだな、ちょっとまずい気がする。よし、いけた。よし、 OK。よし、 OK。 生きてるのか。あーよし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 。あーこいつも生きてる。よし、なんかもうすっげえもったいない気するけど、一時戻るのめんどくさいからね。ちょっとカーニバル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 。 あいつは？あいつは関係ない。燃えろ燃えろ燃えろ。ちょっと待って、近づいてきてる。ちょ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 、あー OKOKOK。 ゾンビのバーベキューソースの出来上がりやな。こいつは生きてないのか。よし、 OK。 じゃあこのまま左に進んでいっても、ここはゾンビじゃないや、リッカーがブワーン出てくるからね。あーちょっと待って、あそこ入れる、入れない、痛い。ちょっと待って、ミスった、間違えた。急げ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 。 OK。 危ね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 。
そしたらちょっと待って、ここね、多分ねゾンビがねすぐわーって出てくるんですよ。あ、だよねだよねだよね。もうでもこいつ相手にしてらんないから、ちょっと上通じるところまで、うわちょっと落ちてきた、降ってきた、おはようございます。待って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 、どうしようどうしようどうしよう、いや相手にしらんない相手にしらんない。あそこ抜けたいんだけど、先に回収できるアイテム、OK、取れない取れない、ちょっと待って、どうしようかな。ここでもやつら来るよね、やつら来るよね。よし、OK、マグナムできた、 OK、 よし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 、あー来ちゃった、どうしようかな。燃えろ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 、間に合え、あー無理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 、まあ仕方ない、もう別にナイフの使いどころ特にないからね。よし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 、これでよし、ん来てるの、あーちょっと来ちゃったよ来ちゃったよ、どうしようかなどうしようかな、刺す、おいで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 、おう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 、偶然の産物、ありがたいありがたい。よし、じゃあちょっと一旦ね、区切りがいいというか、まあ、時間も来ているところがあるので、次進めていくってなるともうちょっとかかるんで、一旦ねこの辺りでね一区切りさせてもらいたいというふうに思います。ということでね、本日また動画最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。でぜひチャンネル登録ボタン&グッドボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次回お会いいたしましょう。バイナラ。